ここになんか用事ですかね。ええ、すぐそこの家。さあ、知らんね。あの先生、人付き合いが悪かったけん、誰も知らんのじゃないかしら。おったよ、あやちゃん。そうよ、この子だったかいな。もうずいぶんと前だけん覚えてないわ。あなた、私何度か見たのよ。違うわね。海野さんの家の窓に違うわね。何べんも見たんだけん。そうそう、そげいう感じだわ。死者からの手紙な。同時にいいわよ。せーので浮かべてね。せーの。沈め、私の効果、沈め。私のやった。あれ、私のまだ沈まない。どうなってるの。若者、じいさんじゃない。足の名、年寄りは神社が好きなん。わしじゃって最後にもう一花。それより若者、お主じゃ。お主はなしてやらんのじゃ。何を照れとるんじゃ。ラブーンが開く。
ここまで来て何もしんで帰るつもり。待っちょってやけん。チャムショ。良縁占いの半紙を1枚ですね。これが良縁占いの半紙です。良縁を若者、あーは買ってきたかや。それじゃ袖触れ合うも多少の縁ってな。すごい、3分も畳んで沈んだわ。いいな、私なんて30分も沈まんよ。おじさんすごいですね。きっと良縁に恵まれますよ。そうは違うぞ。どうせ早こと沈んだけ女の子にモテモテになとでも思ったんじゃろ。図星という顔をしちょうな。わかりやすいやつじゃ。はあ、わしのも沈んだ。きっといい出会いがあるぞ。次は年寄りは大切にするもんじゃぞ。はい、普通のおみくじとお守り付きがあります。この中から引いてください。おみくじというのは運勢ではなく、真面目に励めという。すべての願いが叶うって言われちゃおう。きのめったに出らんのでしょ。すごーい。100人に1人とか1ヶ月に1個しか出らんって言われちゃうよ。写真を撮らせてもらおう。猫マニアにはわしはここまで。
しゃいませ。お約束ですか？確認しますので。どうかしましたか？野津様ですね。村上は席を外しているそうで。私、どうして報道をやらせてくれないんですか？美咲くん、バラエティだって立派な仕事だよ。報道をやりたくてテレビ局に入社したんです。そのうちね、そのうち。それより松江市役所で撮影を。どうして私に頼むんですか？生活相談課のメガネくんは高校の同級生だろ。そうですけど、彼は君に夢中なんだろう。アナウンサーの人気投票、同級生のよしみで投票。結婚するなら公務員は安定しとっていいぞ。そういうのセクハラになります。おっと、打ち合わせに遅れる。また煙の。そうですけど、何でしょう。私に何、もしかして文野彩さんを調べている人。野津君から連絡があったわ。あなた何。松江大場高校、伝説の悲劇のヒロインよ。美人で秀才。私のクラスメイトってこと？残念ね。そういう名前のクラスメイトはいなかったわ。いません。用がないなら帰ってください。Thank you.
私のこと？ビッチ？私がビッチだって言うの？頭に来るけど、ここは冷静にならないと。あなたはマックスね。あなたに話すことはないわ。帰って。帰らないと警備員を呼ぶわよ。松江市役所をご利用ありがとう。市民生活相談課は一旦表に出て右に回っていただくと。
相談でしょう。メガネの。高校の周りをうろついていた不審者。お前に関係ないだろ。あれはお前が怪しい行動をしていたから職員室で事情を聞。あれは渡辺先生が。引っ越しをしたから転入届を持ってきたんです。直接は教えてないけど大場高校一の秀才だったと聞いてます。メガネをかけていたはずです。あと年の割に髪が薄いら大場高校で教えるようになって10年ですが、文野綾という名前の生徒はいませんよ。もういいでしょ。私が個人情報を漏らしたとか言わないでくださいよ。件は何でしょう。田中は要件ですか。個人的な要あったら驚くかもしれませんよ。最近髪型を変えられたみたいですよ。気づかないふりをしてくださいね。彼プライドが。裏口の外で捨て猫の世話をしてますよ。捨て猫の相談が多いんです。それでもらい手が見つかるまで役所で預かっているんです。
ここを出て右に行ったら、私に何か用ですかね。一匹もらっていってもできないんですか。人間が責任を持って育てていく義務。あれ、猫たちが警戒しています。ダメですよ、そんな怖い顔を。優しくしすぎると舐められるし、厳しくするとへそを。私には。だったら何ですかね。あなた、そうですか。そんな人は知りません。知りませんね。用事がないなら。もしかして。金の猫じゃないんですね。全然欲しくありませんね。もう来ない。すみません、明日にならない。
ミカルちゃん、どこに行ったの？あら、抱っこしてもらう。ケミカルちゃんは人見知りで、そうよ、ありがとう。なんで私ぶつぶどうしようかしら。そう、ちょっとそのまま、あら、このお守りの、また来たんですか？金の猫のお守りじゃないですか。もらえるんですか？何の話を聞きたいんですかね？テレビ局に知り合いはいませんよ。残念ながら、それは何ですか？何が書かれている？それ、何ですと？まさか彼女に限って、見せてください。早く見せなさい！旅館の新聞じゃないですか。それの
私を。わかりましたよ。正直に言いますよ。私はたまにはメガネをかけます。どうでしたかね。中学の同級生かもしれないじゃないですか。私が大場
馬。さあどうでしょうね。そういう名前のクラスメイトはいませんでした。もうあなたとは話…
嘘。なんでもない。あなたの探している所在は？やめろ！少しや。それは。これでいいんだろう？どうだ？どいつもこいつも。そうですよ。どうでしょう。残念ですね。私が猫。どうして私が心誰だって役所が中心となり高齢者に何かあったら急
プレゼント。でもあなたのカップ、私は恐れていた。どこへ行っても人気者になるタイプ。それで金の、私は今日はクラスメイトのメガネ君について書きます。テストの成績は常にトップで高校一の秀才です。昨日休み時間に勉強を教えてもらいました。教え方が上手で勉強をするのが楽しくなりました。メガネ君はきっと偉い人になるんだと思います。将来ノーベル物理学賞をもらったりして、そうなったら私はそんな人とクラスメイトだったんだと自慢します。メガネ君と同じ教室で勉強したことは私の宝物です。勉強以外に趣味のないメガネ君ですが、大の猫好きのようです。猫は古代エジプトで神の使いだったそうです。テストは運も左右するので、神の使いの猫に優しくするんだと言ってました。猫グッズも集めていて、八重垣神社のおみくじについてくる金のお守り猫をもらいました。これで神様も味方してくれそうです。そういえば八重垣神社には縁を占える鏡の池があります。半紙に硬貨を乗せて池に浮かべて、早く沈むと良縁に恵まれるそうです。私はすぐに沈む。私のこと、あの頃ちょっとわからないところがあるの。勉強教えてもらえるかな。もちろんいいですよ。数学なんだ。わあ、すごい勉強してますね。そんなことないよ。この方程式なんだけど。ああ、これは難しいですよね。 X を移動させるとこうなりますよね。ええ、そうだわ。ほとんどの問題はその応用で解けるはずです。田中くん、すごい。やっぱり松江大場高校一の秀才だわ。そうです。